皆さんこんにちは。本日は大糸線信濃町駅に来ております。今回は信濃大町発普通列車南小谷駅に乗っていきます。それでは早速ホームの方に向かいましょう。車内はこんな感じになっています。北アルプスの山々が見えるよう、山側はボックス座席になっています。それでは出発まで待ちたいと思います。
Thank you.
まもなく終点、南の端です。お忘れ物のラインをお伝えください。中津市、緑川方面はお乗り換えです。最新でお乗り換えのお客様は、乗り継いだ車内、または下車行きで生産してください。終点の南小谷に到着しました。乗ってきた列車は折り返し、普通列車松本行きとして運転します。ほとんどの列車が松本から来た列車と系統分離されていますので、大糸線に乗って北アルプスの山々を車窓からご覧になってみてはいかがでしょうか。この動画はここで終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。この列車折り返し回送列車となります。ご乗車できませんのでお気をつけください。